からももん。ろうそくといえば、私の家は敷地内に普通に生活する自宅と、隣に洗顔するお風呂場と、その隣に物置小屋の3つあったわけ。すごい。私が小学校3年生の時、朝目覚める顔洗いに隣のお風呂場へ行こうと思い、玄関を開けるといつもと違う風景、妙に太陽が眩しい。あれ、目の前にあるはずの大きな物置小屋とお風呂場がないわけさ。え、一瞬目を疑って強く目をこするが、やはり物置小屋とお風呂場がない。代わりに黒く焦げた木のかけらと煙の匂いとご近所さんたちが群がってる。燃えた。そのそばに父親が知らない人たちと話してるわけ。急いで母親を起こしに行くが、母親はもう眠たいと言ってなかなか目を覚まさず兄貴を起こし外に連れて行くと、兄貴もびっくり顔、父親が私たちのところに来て、火事があってお風呂場と物置小屋が焼けたとのこと。消防活動もしたが全部焼けたらしい。爆睡してて全く気づかなかった私たち。すごいね。父親は飲みに行ってたまたま朝方に帰宅したから焼け野原で驚いたそうだ。ちなみに父親は酔っ払ってよく物置小屋に眠るんだって。あー危ない。よかったね。もうちょっと遅かったら早く帰ってきた。巻き込まれてたね。朝帰りしてよかったね。そう、帰宅でよかった。もし夜中に物置小屋で寝てたら燃やされてたかも。近所の人が火事を発見して消防を呼んだが、すぐに全部焼けてしまったらしい。あ、もうすでに焼けてたみたい。数日後、消防士の説明によると、焼けた原因はお風呂場にあったろうそく。はぁ。当時のお風呂場は電球が切れて、買い替えるわけでもなくろうそく使ってたわけ。そのろうそくの火が燃えて、風向きで物置小屋まで燃えたらしい。もし風向きが自宅に向かってたら、完全に自宅まで燃えてたらしいよ。怖いね。隣で焼けてたのに気づきもせず、そのまま寝てた私たち。これがすごい一番。隣の住民さんが何度もチャイムを鳴らしたが、母親も私たち兄弟誰も気づかず爆睡。しかもお母さんに関して起こしに行ったけど、俺も眠いからいいよ、切羽詰まった状態で起こしたぜ。お母さん大変だって、起きて起きて。なのに、もういいよ、もううるさい、後でしてちょうだい、私寝てるからっていう感じよね。でね、そんなお母さん、ろうそくの火を消さなかった犯人はお母さん。すぐに兄がお風呂に入ると思ったらしく、ろうそくをそのままに。3年後、焼け野原もなくなり、新しい自宅を作りました。母親はお母さんのおかげで上等お家ができてよかったねと。はー、前向き。反省の色なし、なしですね。皆さんもろうそくの火の消し忘れ気をつけてねって。これがもう本当綿密な計画だったら本当びっくりですけど、そんなことありえないですよね。ご近所で炎症してたら大変だよ。命がけの改築。お父さん朝帰りでよかったね。まあ結局これ結論といえば、お母さんが一番つわものってことですね。僕らこの間ね、台湾に旅行したの、モアイ旅行で、で台湾で旅行して僕も朝帰りだったんですけれど、ホテルでね、で十数人行ったから多分6、7部屋取ってたんですよ。6、7部屋取ってたんだけれど、朝方僕たち帰ってきて多分5時ぐらいに帰って寝るでしょ、で午前6時とか7時ぐらいに全館鳴り響く、もう防なんていうの、防火サイレン、もう非常ベルがプルルルルってなったんだって。お部屋も全部だから気になる人はなったんだってって言ったね、なったんだってびっくりした、なったんだって。え、でも凛太郎さんもいるんでしょ。私ももう同じホテルにいますよ。夏子さんもいたんですけれど、夏子さんもびっくりしてどうしたらいいのかっていう感じで飛び起きて、夏子さんの同室だった人はもう夏子さんがどうしようかなってやってる間もズボンも履いて着替えてすぐ出る準備できてたんだって、でこの人はなっちゃん見ながら、あ、こうやってなんかまごまごして焼け死ぬタイプだなと思ったらしい。夏子さん準備もしなかったの。 なんかなってちょっと調べてた、電話したりフロントに。でみんなこうやっていろいろやってたらしいんだけど、僕なんか翌朝起きてって、あ、もうそろそろお迎えの時間だと思ってようやく起きて降りてって、でみんな朝食も僕どうせ食べないから、朝食終わったらみんなと合流して、でもうこの後もうそのまま空港だねって言って話してたら、昨日大変だったねとかって言うから、何の話してるのって言って何があったのそしたら、え、なんで非常ベルが鳴ってたさって言うから、あれ何でもなくてよかったよねって言うから、だから何の話よって誰聞いたの、全然気づかなかったの。やばいね、なったことして。だから僕はもう完全に死んでるよ。でも眠ったまんま死ぬから、あ、
煙に巻かれて。でもあれもあったな、非常ベル。気づいた？寝てた。寝てたでしょ。でもあれは別に朝入りでもないよ。普通に10時ぐらいに寝て、夜中2時ぐらいにアパートの大家さんがピンポン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 してるけど全然起きないわけ。うん、もうどん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 ってか、ってな、何この夜中からと思って行ったら、非常ベルさっきから鳴ってます、みんな避難してますっつって、うん、へーってなって、結局でもただの異常だったんだけど。そうね、もうずっと起こしてますよって言って、だと思います。じゃなかったらいないから僕はそこに。そうね。そう。